ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり霊夢です。突然だけど、霊夢は普段キレたりする方か？頭に来てもそれが人前だったら、キレてませんってふりしちゃうかも。だよな。それが公共の電波に乗ってしまう場面となれば、余計にぐっとこらえたいところだよな。この話の流れから、今回はどんな動画を紹介してくれるのかしら？今日は霊夢に、テレビ収録中や生放送中に出演者がガチギレしてしまった放送事故を5つ教えてやるぜ。テレビで流れちゃうって自覚があってのガチギレって、よっぽどの理由があるはずよね。その人のガチギレポイントはどこだったのか、なんてことを冷静に観察しながら見るのも面白いものだぜ。なるほど。早速観察してみようじゃないの。芸風のはずが多やけど。オッケー、それじゃ一つ目いくぜ。霊夢は選挙の報道番組って見たことあるか？正直あんまり興味ないかも。最近はな、選挙の報道番組にもタレントやお笑い芸人が出演しているんだぜ。お堅いアナウンサーや専門家ばっかりの番組よりも、その方が親しみやすいものね。はじめに紹介するのが、爆笑問題の太田光さんが選挙特番で司会に初挑戦した、2021年の選挙特番で起きた放送事故だよ。難しい話じゃないわよね。話は単純だ。太田さんからの失礼な質問の連続に、政治家の二階俊博さんも堪忍袋の尾が切れたっていう話だよ。それじゃあ実際に流すぜ。はじめまして、太田です。どうも、ありがとうございます。怒ってますか？怒ってる？はあ、あの人相が悪いんですけど怒ってますか？君よりもちょっとマシだよ。あ、そうですか。二階さん、あの、はい、いわゆる自民党の象徴みたいな存在だと思うんですけど、はい、いい意味でも悪い意味でもね、はい、自由民主党の象徴が今二階さんだと思うんですけど、この前にあの いい意味だよ。いや、いい意味でも悪い意味でも二階さんがあの古い体質も含めて悪い意味がどこにあるんだよ。だから 古臭い変われない自民党という意味を含めて、はい、例えば安倍さんみたいにはっきり憲法を変えようっていうことに関して二階さんどういう気持ちでいるんですか？まあ憲法は国民皆様がね、どうしてもここを変えようということになってきた場合に、その時にしっかり対応するんであって、我々の側からは憲法変えよう憲法変えようってばっかり騒ぐ必要はない。じゃあ安倍さんのことは気に入らないってことですか？いやいや、安倍さんは立派な総理としてね、今日まで随分活躍されました、気に入ってますよ。気に入ってますか？失礼ながら気に入ってます。ってます。あと30秒です。二階さんはところでいつまで政治家続けるつもりですか？それは選挙民の皆さんが決めることであって、君が決めることであって。いやいや、俺は決めようとはしてないですよ。二階さん自身が、あ、じゃあもう死ぬまでやると。大体ね、今日は当選したばっかりでね、いつまで政治やるんですかって失礼だよ。失礼じゃないよ。それはだって当然国民の権利じゃん、そんなの聞くのは。まあ権利であるけど。もう二人して画面にどんどん近づく。政治のことはわからない私でも、二階さんがすごく怒っているのはわかったわ。歯に気抜きせぬ物言いが魅力の太田さんだからこそ、番組にキャスティングされたんだろうけどな。視聴者からは、失礼にも程があると批判が殺到してしまったらしいぜ。お笑い番組と違って、この手の番組の視聴者には受けなかったってことね。この話には続きがあるんだぜ。え、どんな？後日、太田さんはテレビ番組サンデージャポンで、元政治家の杉村太蔵さんからがっつりと公開説教を受けたんだぜ。古今東西、選挙特番の MC が大炎上したのはあなただけですよ。僕は激動通り越してます。ってな、杉村さん自身も政治家時代、自由奔放な発言で話題になっていた人だけどね。早く料亭に行きたいみたいな。あったな。そんな杉村さんだけど、この時は真剣だったぜ。それを受けた太田さんが、お遍路様に出ますと反省の色を示したんだからな。ズバリ言うわよ、伝説の回。二つ目は先日亡くなられた占い師の細木和子さんのガチギレ事件なんだが、まずは細木さんのご冥福をお祈りしようぜ。細木さん、どうぞ安らかに。では紹介していくぜ。霊夢は、2004年から2008年にかけて放送されていたズバリ言うわよ、って番組、見たことあったか？細木さんが芸能人の運命を占う、みたいな番組だったよね。中でも伝説の回と呼ばれているのが、
2005年に放送された芸人のレイザーラモン HG さんと細木さんが共演した回なんだぜ。HG さんがブレイクしたての頃かしら？持ちネタ、4、がその年の流行語大賞トップ10に入ったくらいだから、まさに怖いものなしだったんじゃないか。細木さんの前で腰を振り振り、大股を広げたりと、終始インギンブレイな態度を取り続けたんだぜ。それで細木さんがガチギレ？とにかく映像を見てくれよ。他の方に答えてもらいなさい。なぜそんなこと言うんですか？私にはそんな力はない。あなたを鑑定するほど。待ってください、細木さん。細木さん、細木さん、見てください。気持ち悪い。気持ち悪い。わかりました。僕を否定するということは、私のお父さん、そしてちょっと待ちなさい、はい、あんたを否定してんじゃない。あんたが私を否定してんだ。無礼な態度はやめなさい。無礼ではありません。これが礼儀ですか？見た。あんたが私を否定して小馬鹿にしてるから、そういうこといつまでやってんだ。じゃあちょっと腰の動きを緩めますね。いらないよ。遅くしますんで。腰振ったからって女がね、喜ぶようなくだらない女とばかり付き合ってるからだよ。初めて心が折れた。まあ折れてはいなかったですけどもね、頑張ってはいたんですけども。泣いてるの分かりますか？よし、なんかまあまたね、なんかあの違ったことで相談があったら、うん、はい、あの、お笑い番組とかで共演しようよ。フィニッシュさん、あまり面識ないですけども、うん、今日飲みに行ってください。お願いします。飲みに行ってください。それだけはお願いします。いろんな番組あるからね。はい、うん、大変だと思うけども、先生一生懸命やってるなんで、はい、はい、人ではいるんです。はい、さあね、はい、俺たちと、はい、ハードゲートパペットマペットで飲みに行こう今日は。HG さんのハードゲイスタイル、細木さんには理解の域に至らず、不快でしかなかったようね。逆に言うと、ブレずにやりきった HG さんの肝の座り方も大したものだぜ。MC のクリームシチュー上田さんがうまくまとめたおかげで、最後には細木さんもちょっと笑顔になっていたわ。それがせめてもの救いね。お互い石を曲げなかった結果生まれた、伝説の回ってことになるな。理解不能なシングルマザー。次は、お笑いコンビ品川庄司の品川博士さんが一般人にガチギレした事件を紹介するぜ。一般人と芸人って、どういう状況？2013年秋に放送された突然芸能人が家族になったらどうなる？っていうテーマのバラエティ番組で起きたことだぜ。芸人さんが家族になるなんて、楽しそうだけど、品川さんは2泊3日で、3人の子供を育てるシングルマザーの家族になったんだが、そのシングルマザーがちょっと訳ありでな。別れた旦那に似ている長男を可愛いって思うことができない人だったんだぜ。そんな母をやっているのね。品川さんもその子のためを思って彼女を諭すんだけどな。全く聞く耳を持たない彼女の態度に耐えきれなくなっちゃったんだな。実際の映像を流すぜ。まず、一番可愛いって言わない。あのよって。あんまじゃない、絶対。いきなりゼロは難しいで、さーっとうちの2とか1とか。いやもう3つ目の1個目だから。2とか1とかだんだん減っていくから約束して。だって俺こんだけ掃除したんだよ、元の状態にして返すよ。今日出したゴミ全部バーってぶちまけて返すよ。だから変な言い方をすればタバコと一緒や。ちょっとずつやで、うん、ちょっとずつ直していく。それは約束ね。それやったら約束できる、うん、それね。1個目、うん、次が気持ち悪いって言わない。なんか変わらんやんそれ。いや一緒、近女気持ち悪いって言わない、うん、気持ち悪いだけ言わなきゃいいんだ。気持ち悪い、気持ち悪い、ダメ、禁止。OK、それも減らしていくな、じゃあ、うん、で、あとはタバコ。タバコ、タバコはここだけにし、換気扇の下だけにしよう。それは無理やな。だってタバコ吸っていいんだよ、ここでだけ吸えばいいんだ。無理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 、そんな無理じゃん。危ないもん、ちっちゃくて。暑かったら来ないやろ。いや危ないし、副流炎だって絶対に良くない。出た副流炎。出た副流炎じゃない。医者か。いやだから真面目に聞いて、マジで。
なんで真面目になれないの？だから真面目に言ってるやん。考えろっつってんだ、子供のこと。いい加減。じゃ俺はねえ、俺真剣に考えてんだけど。だから真剣に答えてるやん。答えてないじゃん、さっきからふざけてばっかで。ふざけてないって。そう、できないって何よ。じゃあタバコをちょっと子供の横で吸わないように気をつけます。それがなんで言えないの？だからできんことをできるって言えないやろ。そんな、なんでそれぐらいのことができないの？タバコ吸うなっつってないじゃん。そこで吸えばいいんじゃん。ちょっと動いてそこで吸えばいいんだよ。なんでそれだけのことができないの？え、なんでそんなに切れられるのか分かんない。分からん、それが。そこが切れられる意味が分からん。ちょ、俺ダメだ。ねえ、自分で腹が立って怒ってるだけじゃないよ。子供と自分の未来のために言ってんだよ。真剣に話してんだよ、俺。真剣に答えてるやん。全然真剣に答えてないじゃん。え、なんで？嘘はつけんから、だからできるようにするって言うただけやん。それだけじゃないじゃん。なんで？何が無理なん？なんで減らすことしかできない。え、だからだんだん減らしていくって。それも言わないように減らすことしかできない。できなくない。だからやっていくって。タバコもそれもできない。言うたやん。減らす減らすできない。それの真剣？それが真剣？真剣に答えてるね。真剣か、それが。なんで？3つだけ約束してください。3つだけ約束してください。その3つのうち2つはなるべく頑張ります、減らします、あとはできません。それが真剣か？うっさいって、子供起きるな。やめて。ちょ、お前話になるの？俺帰るわ。ちょ、帰る。どんなことかって。無理無理無理。いや無理す無理す無理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 だって。いや無理す、もうなくしいっす。ちょ大きい声出したのは申し訳ないと思うし、そういうできないことができないっていうのも分かったけど、やっぱりそのせっかく2日間一緒に過ごして、その子供たちとせっかく触れ合えたから、そのバイバイしないまま帰るのもやっぱり寂しいし、子供らは子供らで楽しんでるけど、遊んでもらって、いつもやらんこともやってもらって、そうだか、まあ3人が起きたら3人とまあバイバイして明日帰るんで。品川さん、かっこいいじゃないの。普段はバラエティ番組でいじられたりすることが多い品川さんだけど、ここで彼が言ってることって正論だよな。放送なくしていいとまで言われたスタッフは大慌てしていたわね。番組のことを考えて戻ってくるところ、さすがプロの仕事だよ。最後に子供たちにきちんとバイバイしてから帰るって、筋を通した品川さんの姿にも感動したわ。息子のことは言うな。続いて紹介するのは、2008年お正月のバラエティ特番での放送事故だぜ。カットされなかったってこと？生放送だったんだよ。お笑い芸人の千原誠司さんが、息子をけなした先輩芸人に激怒して、司会者を振り切っての大暴れをしちゃったんだ。お正月早々、荒々しいシーンがお茶の間に流れちゃったのね。
実際の映像がこれだぜ。ただゆうくんならそんなことも言うんじゃないかと、うん、はい、ね、息子もあれ4歳やろ、はい、今がピークやもんなあれな。嫌なこと言うなお前。えお前先輩やろ。いや先輩関係ないよ。あんなもん将来なんもないやろ。なんでやねんお前。だから今日この番組で頭で喋ってないやん。そらお前あるよ。あおってないやん。違うって。俺のことは、俺のことはあれはお前息子なんやねん。あるわけないやん。おい指を刺すな。指を指を刺すな。痛いねん痛いね。なんでチンコやねん。もむねん。チンコとかマイクとかもむねん。あーおい何だよ。お前お前音声さんのこととか考えるねん。そうそうそう、そらすまんかった正義。そらすまんかった。俺が正義怒ってんな。ごめん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 。まだ終わってええやんけ。大注目の答え。大注目、大注目やからみんなドキドキしてるやろ。正解いきなさい。なんでやねん。なんで俺持たないのか。誰も突っ込んでへんかって。さあ正解いきましょう。正解気持ち悪いねん。気持ち悪い。気持ち悪いねん。さあよろしいですか。はい正解いきましょう。はい正解は何やねん。さあ、はい、それではもう一回こんな正義はほっといて正解。もうええかもうええかマイク下ろしてええで。あ、ほんとに。あのショートの方で良かったかもわからへんね。あ、なるほど、ね、うん、ショートの方で。まさかのダメ出し。次の仕事に支障が出る。ダメ口なったんや、ムーディさん。来年大変やろ。やかましい。うわあ。正解はマイクを出して A ででした。すごいな。口の悪い、口の悪い、口の悪い、言うことも分かるか。あんな怒らなあかんで、お前が。なんでやねん。ええやんけ別に俺の子は。あれは怒らなあかんやねんこれ。どんなのガサガサやねん。状況が読み込めないんだけど、誠司さんの息子のゆうくんが放つ一言を当てるってクイズが出題されていたんだが、それまでの VTR の中でゆうくんは芸人たちに散々偉そうな口を聞いていたんだぜ。そんな態度をキムニーこと木村雄一さんが、あんなもん将来なんもないとこき下ろしちゃったんだからな。あんなもん呼ばわりはきついかもね。息子をけなされて親が激怒する気持ちは理解できるが、この件に関してはどっちもどっちって気がするぜ。誠司さんの俺のことはええわ、でも息子のことはって言葉には親の愛を感じるわ。最後にキムニーがあんなん怒らなあかんでって誠司さんに忠告するんだけど、それも先輩としての愛って言えるかもしれないぜ。それもそうね。吉本芸人さんたちの愛情にあふれる人犬だったってことかしら。私だって芸能人。最後に紹介するのは、今年2021年夏に結婚したばかりの歌手、華原朋美さんがガチギレしちゃった事件だぜ。あら、まだ新婚ホヤホヤでハッピーなはずなのに。霊夢は、華原さんが2019年に男の子を出産していたのは知ってるか ?45 歳の高齢出産でニュースになっていたものね。華原さんはその息子を溺愛するあまり、毎月100万円以上を彼の洋服につぎ込んでいるらしいんだ。よくもそんなにお金が続くわね。そう思うだろ。そんな心配が引き金となって起こったのが、11月に放送されたダウンタウン DX の放送事故だ。実際の映像を流すぜ。いやでもいつか限りがあるじゃない。そうやな、うん、いやそしたらしょうがないからフェラーリ売るしかないですよね。フェラーリ売ってしまっても、もうその後もないじゃないですか。じゃあなんですか、私のこと芸能人だと思ってないですか。デラックスゲームやりましょうか。危ないね。ここ殴ってきたもん。仕事がなくなっちゃう。トークでここ殴ってきて、そんな高いもんばっかり買ってたら、お前一回酒抜いてこいもん。お前ちょっと酒抜いてこいよ。お前こそ。分かった。分かった。この人。おかしいよ。怖い怖い。怖い怖い。おかしいっすよ。違う違う。おかしいおかしいっすよ。だって。下がらない。俺ここやもん。分かったから。間に入った彼女も地獄やろ。じゃ
冗談ですよね、はい、ごめんなさいともちゃん、ものすごい迫力ね。昔の面影はどこやら。ガチ切れする前から、息子のため2600万円のフェラーリを買っただの、手持ちの大量のバーキンを売却して1000万円以上賄っただの、仰天エピソードで共演者たちをドン引きさせていたんだぜ。バーキンって一つ100万円以上する高級バッグよね。羨ましい。そんな高級品の在庫にも限りがあるだろう。そしたらどうするんだってことで、キリン、川島さんが放った。その後ないじゃないですか。って一言が、カハラさんの逆鱗に触れてしまったんだぜ。芸能人としてのプライドってあるものね。そういえば、I'm Proud って曲、歌ってたわ。川島さんの言葉は、その後の収入見込みなしみたいな意味に取れるからな。芸能の仕事がずっと安泰って思いたいのはわかるけど、そううまくいくかしら。何かと世間をあっと言わせる才能を持つカハラさんのことだ。今後も話題を振りまきながら、芸能界を渡り歩いていくに違いないぜ。そうね。とりあえず、他人の懐具合に口出し無用ってことだけ肝に銘じておくわ。さて、5つの出演者がガチ切れしちゃった放送事故を紹介してきたわけだが、どうだった霊夢？リアルタイムで見ていたら相当ハラハラしたと思うわ。周りの出演者や番組スタッフたちも身が縮む思いだっただろうな。でもこうして一つ一つ見ていくと、ガチ切れしちゃった人の人間味みたいなものを感じられるわね。怒りの感情って人間らしくて、それはそれで大切なのかもしれないな。マリサ、うまいこと言うわね。それじゃあ今回はここまでだ。いいね、チャンネル登録をしてくれると喜ぶぜ。ここまで見てくれてありがとうございました。